どうもこんにちは、アンティークテーブルヤーの瀬野です。今日のこの動画なんですけども、フランスでもとても有名なカフェアンジェリーナに行ってきましたということについてお話をしてまいります。このお店なんですけども、メインの通りではないんですけども、かなり大きな通りに即したところにあり、かなり立地のいいところに立ってるんですね。で、この反対側にはチュイルリー公園というフランスでもかなり大きな有名な公園があります。そしてこのアンジェリーナというお店なんですが、とても有名で人気のあるお店なんで、常に20分待ちは当たり前、そして僕も20分ぐらい待つのかなと思ったんですけども、実際にはこんな感じでめちゃめちゃ並んでたんですね。20分どころか40分並んでいました。じゃあね、これぐらい並んだ後のこの食べたもの、これどれぐらいうまかったのかということをですね、今日はお話ししていくんですけども、どうですかこの店内、めちゃくちゃ綺麗でかっこいいですよね。日本ではなかなか見ることができない素敵なインテリアだと思います。そしてですね、この反対側にはカウンターがあるんですけども、そこでカラフルな美味しそうなケーキが売ってあるんですね。ここですね、これチョコレートが瓶に入って売ってあったり、いろんなお菓子が売ってあるわけですよ。そしてここからね、本当に見てほしいとこだったんですけども、僕はもうこれ以上先に進むことができなかったんで、ちょっとね遠くからの撮影になってしまうんですけども、こういった感じなんですよね。もうめちゃくちゃ美しい、やはりフランスだなということで感激したわけですよ。じゃあ実際ね、この味どうだったのかというところですね、今日は私、ミシュランガイドの派生系であるセノランガイドとして査定をしていきたいと思います。皆さんもう期待が高まってると思いますよね。そして今私がここに席に着いたところですよ。こんな感じでもう真横にお花があるところに、いいところに座らせてくれたんですよね。そして皆さんこんな感じでめっちゃ密じゃんっていう感じなんですけど、まあ当たり前なんですけど、フランスではもうコロナは終わってしまってるんで、誰もマスクはしてませんよという話ですね。じゃあね、私はね得意げにメニューを探したわけですよ。でもメニューなかったんですね。じゃあどこにあったかって言いますと、テーブルの上にバーコードリーダー、QR コードだったんですね。で、そこを QR コードで読み取ってくださいということで、QR コードを読み込んで、今、これがメニューが出てきているところなんですけども、これがメニューなんですね。うわー、メニュー出てこないのと、こうやってスマホで見るのねというところでね、もう、おしゃれじゃん、先端的じゃんって思ったわけですよ。しかし私、これ実はフランス語読めないんですよね。かろうじて読むことができたメニューってのは、フィッシュ&チップス、そしてクラブサンド。これだけしか読めなかったんですよ。だからこの2択になってくるんですね。そこで私何選んだかって言いますと、フィッシュ&チップスを選んじゃったわけですよ。そして、ここのお店の有名なものってのが、モンブランっていうのと、ホットチョコレートってのは知ってたんで、得意げにですね、レモネードと、フィッシュ&チップスとホットチョコレートとモンブラン、これを頼んでやったんですね。だから今回のこの査定ではこの4品についてお話をしてまいります。もう僕はねこの時点でかなり期待が高まっている状態ですよ。全体的な総合評価を満点を10点として採点していきますね。まず最初に届いたのが当たり前なんですけども、レモネードが届きました。こんな感じですね。こんな感じでレモネードが届いたんですけども、グラスがあったんですね。で、グラスがあって、その中にレモンが2つ入っていたわけです。で、これが炭酸ですね。この炭酸を入れて飲むという話だったんですけども、残念ながら僕、録画ボタンを押し忘れていて、これ2回目の撮影なんですね。だから最初からグラスに炭酸が入っている状態ということだったんですけども、まあそんなことよりね、味が大事だなということで、味、どんな感じかって言いますと、これがね、めちゃくちゃうまいんですよね。これ、普通の味なし炭酸って思うじゃないですか。でもこれ味がある炭酸なんですね。甘い味が入ってて、そしてこのレモンが入っていることによって上手にレモネードになっているわけですよ。これはですね、何もかもが余計なことをして美味しくなかったイギリスの食べ物と比較して、ただのレモネードなんですけども、普通であることが逆に美味しかったんですね。ですのでこのレモネードの採点は9点になります。では次、フィッシュ&チップス、これやはりねイギリスが本場なんですけども、やはりお隣の国ということでですね、フランスにも来たんでしょうね。で、これがフィッシュ&チップスなんですけど、どうすか、めちゃくちゃうまそうですよね。これがね実際の味どうだったのかというところを今からお話ししていくんですけども、まずこのレモン見てください。このレモンが、だいたい僕たちの知ってるレモンって8分の1ぐらいじゃないですか。ちっちゃって感じなんですけども、やはりねフランスこういったところもね気が利いてて、大きいレモン置いてくれているわけですよ。でこうやってねレモンをつけて食べたんですけども、
これがね意外と美味しくないんですね。僕びっくりしたんですけど、もう分かりやすいように解説すると、ホットモットの海苔弁の白身フライ、まあフィッシュフライが入ってるじゃないですか。多分皆様一回食べたことはあると思うんですね。あれと比較する、まあそうするとホットモットのフィッシュフライ、あれが10点満点中9点とすれば、こっちはですね2点ぐらい、まあそれぐらい美味しくなかったですね。味がどんな感じかって言いますと、僕料理あんま得意じゃないんでわかんないんですけども、おそらくこの白身魚に小麦粉をつけて、その上にパン粉をつけて焼きました。多分そういう感じなんですね。だから下味とかっていうのはついてないはずなんですよ。まあまあね、それでも大丈夫と。だって上からレモンかけて、タルタルソースもあるんだから、これで美味しくなるはずだよねって思われると思うんですけど、これがね、まだ実は美味しくないんですよね。タルタルソースで味をね、プラスできればよかったんですけど、実はこのタルタルソース、私たちがイメージしているタルタルソースではなかったんですね。私たちがイメージするタルタルソースっていうのは、基本的にはエビフライに乗せたりとかですね。あとチキン南蛮に乗っているああいったタルタルソースをイメージするじゃないですか。でもこのタルタルソースっていうのはどっちかっていうとヘルシー系タルタルソースなんですよね。だからまあマヨネーズと、まあなんか緑の野菜みたいなの、そして本当は湯がいた卵を入れて混ぜ混ぜしたらできるじゃないですか。でもこれには多分ね、その卵は入ってなくて、豆腐みたいなやつ、豆腐じゃないと思うんですけども、そういったヘルシーな何かが混ぜてあったんですよね。だから白身魚に味はない、レモンも特にそのパンチを生み出すわけじゃない、そしてこのタルタルソースもどっちかというとヘルシー系のタルタルソースということで、薄い薄い薄いの3連発が来たわけですよ。だからこの白身フライなんですけど、正直に言うと美味しくないというふうになってしまいますね。だからテレビとかですね、みんないつもうまいって言ってるんですけど、まあ僕は別にスポンサーとかいないですからね、正直に言うと美味しくないというのが感想ですよね。まあそういった感じで、まあ食べてみたいなって思う方は、これを見た方はいなくなっちゃうと思うんですけど、逆にね、おいちょっと瀬野さんそれは言い過ぎなんじゃないというふうに思われている方もいらっしゃると思うんで、まあもしね自分で実際に食べてみたいという方がいらっしゃいましたら、食べてみてはいかがでしょうか。じゃあ次、このフィッシュ&チップスのチップスはどうなのかっていう話をしていきましょうかね。このチップスの代表といえばマックのポテトをイメージしましょう。あれもね皆様絶対一回は食べたことあると思うんですよね。あれめちゃくちゃうまいじゃないですか。じゃあねこっちのチップスどうなのかって言いますと、マックの細いポテトよりさらに細いんですね。でさらに細くて短いんですよね。でこれを最初僕フォークで食べてたんですけども、まあなかなか刺さんない、そしてフォークの隙間にも入っていかないということで、途中からねああめんどくせえなということで、もう手で食べることにしたんですよね。じゃあねこのチップスの方の味どうだったかって言いますと、これはね普通でした。マックのポテトを食ってる分ですね、やっぱマックの味がちゃんと理解できるんですよね。思い出の中にあるんで、それと比較してマックのポテトが9点だったとして、じゃあこのねアンジェリーナのチップス何点だったかって言いますと6点になりますね。だからまあ普通のチップス、だから普通のフライドポテトっていうのをイメージしていただけると分かりやすいと思います。だからもうどこにでもあるフライドポテトっていうことですね。で細くて短くなってるんでボリューミーに感じるんですけども、まあ別にねそんないっぱいチップス食いたいわけじゃないしということで、まあ量的にもですねそこまで必要なかったんじゃないかなという印象ですね。でこれでフィッシュ&チップスの総合評価何点になるかと言いますと、これはですねもう残念ながらチップスが頑張ってくれて3点というふうになりますね。まあそういった感じですね。なかなか厳しめのセノランガイドの評価になっているんですけども、僕はね多分そこまで間違った評価を出しているとは思えないんですね。まあ実際ねこれ食べてみてほしいんですけども、なんとも言えない味でしたね。でここからが本題なんですけども、この本題次がですねホットチョコレートが来たんですけども、このホットチョコレートが来る前に結構時間があったんですよね。だいたい感覚的に10分ぐらいあったわけですよ。でこの10分ぐらいねボケーっと座ってたんですけども、やっぱりこう周りが気になるわけじゃないですか。でこの周りを見てみたんですね。そしたら僕気づいたわけですよ。え、ちょっと待ってと、なんかこの料理系食べてるのって俺だけじゃないっていうことに気づいたんですね。でそこで私は思ったんですよ。あ、
え、ちょ待ってと、これってもしかしてここのアンジェリーナっていうお店はこのケーキとかスイーツ系がメインであって、どっちかっていうとこの料理ってのはサブの方じゃないって考えたんですね。だったらこれって俺の推理が正しければスイーツがメインで料理は副菜というふうに考えて、そしてこの料理は別に力入れてないよっていうふうに考えるんであれば、あのフィッシュ&チップスの味は妥当性があるんですよね。だから多分ね、周りの人は食べてなかったんじゃないかというふうに私は考えたんですよ。まあこれはね、実際私の想像なんで、実際のところはどうなんかは分かんないんですけども、多分このアンジェリーナっていうお店はスイーツだけを食べればいいお店だというふうに私は思います。まあそういった感じですね。まあ今更押せよというところに気づいたわけなんですけども、じゃあ次ホットチョコレートを見ていきましょうかね。でこのホットチョコレートもね、私の問題でまた失敗してしまったんですよね。どういう失敗したかって言いますと、これもレモネードと同じように録画ボタンを押し忘れていたわけですよ。初めてこんな感じで届きましたよみたいな感じで演出してますけども、もう減っちゃってるんですよね、こんな感じで。すいません、あの申し訳ないんですけども、これ2回目の撮影なんですね。で今これ注いでいるところなんですけども、カップもね結構でかいカップなんですよね。日本のカップよりちょいちょい一回りでかいぐらい感じ、まあ、こんな感じなんですけども、だいたいですね量的に 250ml ぐらいかなっていう感じです。ホットチョコレートも 250ml なんで結構あるんですよね。だからあの 500ml ペットボトルの半分ぐらいということですね。でそのホットチョコレートに生クリームもトッピングできますよという食べ方ができるんですね。でこのホットチョコレート実際どうだったんですかという話なんですけども、うまかったですね。これはうまかったです。あのイメージ的に言うとですね、冬に自動販売機でココアを買う方がいると思うんですね、時々。であのココアがサラサラとすれば、それにもうちょっととろみを加えた感じの硬さなんですね。でこの甘さもめちゃくちゃ甘いかっていうと、甘いのは甘いですね。でも甘いんですけど、その上質な甘さ、そういった感じの甘さであって、で飲んでいるうちに甘いものをずっと飲んでいくとグッてなってくるじゃないですか。でもそういった感覚もないんですね。でこのクリームを乗せて飲むことによって、さらに舌触りが良くなって飲みやすくなるんですよね。クリーミーになるって言った方が分かりやすいでしょうね。まあそういったこともあって、すごく美味しいホットチョコレートだというふうに私は思います。じゃあね、このホットチョコレートの採点なんですけども、このホットチョコレートはですね8点になります。じゃあ残りの2点何なんですかという話なんですけども、この2点はですね、やっぱりこう多いですね。私たち日本人からすれば多分結構多いと思います。女性の方であればですね、これペロッといっちゃうかもしれないんですけど、男性からするとちょっとこの甘いのはこれだけ飲めないなというような感じで、私もこれ実際のところを半分ぐらい残してしまったんですよね。まあそういった感じで、これはちょっと多いかなっていう感じなんですけども、味は本当すごくいいんで、まあそういった量と味の観点から比較して8点ということになりますね。じゃあ次なんですけども、もうラスボスですよ。このラスボスがこのモンブランですね。このモンブランもね、ほんと見た目めちゃくちゃ美しいじゃないですか。やっぱフランスだよねというのが伝わってきますよね。じゃあ実際に実食していくわけなんですけども、この最初の一番上の茶色い層があるんですね。でこの茶色い層がモンブランなんですけども、このモンブランちょっと固めなんですね。でもちょっと固めなんですけども、甘さは控えめであって、そしてその中にやっぱりこうマロンの風味っていうか香りが引き立ってくるわけなんですね。でそのマロンの下の層にクリームが入ってるんですね。でこのクリームなんですけども、もうあんまり甘くない。これが甘くないのがいいんですよね。甘すぎたらくどくなってしまうじゃないですか。だからモンブランの程いい甘さと、その下に入っているクリームの程よい甘さがマッチして、口の中でハーモニーを生む。ちょっと硬いモンブランのクリームを、その下にある白いクリームが溶かしてくれて、口の中でハーモニーを生む。そういった感じのめちゃくちゃうまいケーキだったんですね。で上の層にモンブランがあって、その下にクリームの層があって、その下にスナックみたいなのがあるんですね。でこのスナックってどんなやつかって言いますと、あのブラックサンダー食べたことは多分みんな一回あると思うんですけども、あのブラックサンダーのスナック、ああいった感じのやつが入ってるわけですよ。でこのスナックもちょっとね味がつけてあって美味しいんですよね。ちょっと塩味が入ってて、このモンブランとクリームとその塩味が入っているスナック、これを一緒に食べることによって、わーお、またちょっと新しい美味しさが伝わってくるねというような感じなんですよね。
まあそういった感じですね。このモンブランめちゃくちゃうまかったです。じゃあね、瀬野さんと、このモンブランは10点いくんやないですかという話なんですけども、このモンブランの総合点数何点かと言いますと、これは8点になります。おー、来ましたねと。瀬野ランガイドなかなか厳しいじゃないですかと。じゃあそのマイナス2点の理由は何ですかという話なんですけども、これも量ですね。もうめちゃくちゃ多いです。やっぱこれもこのモンブランの半分ぐらいでいいかなって思いましたね。アジア人からすればちょっとこれはね多いかなって思うと思いますね。向こうの人たちってのは普通にペロッと食べてたみたいなんですけども、僕もそのホットチョコレートも飲んだ後にこれを食ってるんで、結構ね甘い甘いが来てるんですね。まあ甘さは控えめであってもやはり甘いのは甘いんで、結構ねグッと来てしまったわけなんですよ。ただしその本来の味だけで見ればもう本当に美味しいモンブランということになりますので、そのまだ量とね味を加味してマイナス2点で8点ということになりますね。まあこういった感じですね。今日はこのアンジェリーナについての私の評価を出してみたんですけども、いかがでしたでしょうか。私から言えることはですね、もうここに行った時にはやはりねご飯は食べずにスイーツだけを楽しんだ方がいいと思います。そして実際にですね、これいくらだったかって言いますと 46.5 ユーロだったんですね。だからまあ6000円くらい、まあ6000円くらいですね。これだけ食べれるんであれば、そしてこの店内の雰囲気なんで全然いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。とても優雅な時間を過ごすことができると思います。フランスに行かれた際はですね、ぜひともこのアンジェリーナに一度足を運んでみてはいかがでしょうか。本日のこの動画が楽しかった、勉強になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録といいねのボタンをお願いいたします。それではまた。